はいどうもー、あやかんぼチャンネルへお帰りなさいませ。フリーダムミュージックのチャンネルの方で、ビバラロックオンラインの方にね参加した私のリアクションを、投稿させていただきました。はい、楽しかったです見たらわかると思うんですけど、マジでちょっとごめんなさい、うるさいです。本当に声がこんなに割れちゃうっていうぐらいそんな叫んでたのかな。やっぱヘッドホンで結構な音で聞いてたので、もしかしたら自分が想像している以上に歌声並みにちょっと出しちゃってたのかなって思うんですけど、本当にすいません。その割れてるのを消すことはできなかったです。はい、ちょっと申し訳ないなと思いながら、耳大丈夫かなと思いながら、まあでも初見リアクションというのが基本私の中で面白いテーマだと思ってるので、まああれで言ったんですけどね。はい、ということでそれを見た後に、あーもう気になって仕方ないなと思ったので、この BE:FIRST Road to Bibara Rock 2022 Episode 1、はい、というものを見ていきたいと思います。だから裏側ですよね、これに挑戦する彼らのね。いやだからめっちゃ緊張感伝わってきたんですよ。自分も緊張したし、やっぱ見る側も、ああもうめっちゃチャレンジしてるっていうか挑んでるなっていうのが表情で分かったので、やっぱその裏側ちょっと見たいなと思いません？これもきっと永遠に見れるわけじゃなくて期間限定配信じゃないかな、ギャオね。ということでギャオってあんまり使ったことなかったんですけど、なんかもう本当に BE:FIRST で初めてのことがたくさんなんですけど、多分これって私だけじゃなくて結構私も初めてのこといっぱいですっていう人多いんじゃないかなと思いますが、ということでギャオでじゃあ今から見ていきたいと思います。何が繰り広げられるか全然分かってないんですけど、はい、じゃあ行きますね。はい、ということで見ていきたいと思います。お疲れ様でしたから始まった3月某日、結構急に決まった感じ。あーもうやせー、いやーいいね、一番やんなきゃいけないこと、アイドルアーティスト、くだらないとピー入ってんけど最高なんて言ったかわかんないけどよっぽど嫌なんだろうね、そのカテゴライズされるのが。急に、本当に急になのこれ、それが許されるの、直談判。へえ、 BMSG 気にしてくれてる、見守ってくださってる方なんですかね。興味は 100% ある。あ、だから言ってた、だから直談判したらいけるんじゃないかと。ありかなしかを聞きたい、賞賛がある。まあそらそうだね、大人として社長として絶対無理だからって分かってても頼み込むとはちょっと話が違うよね。それでも緊張するよね。元気ですかのやりとりについて話せる、すごいいいとこ、アトリエいいとこですね。すごいすっきり片付いてる、プロデューサーすごいおしゃれ。ザ・ファースト、世の中に足りないのムーブメント、ザ・ファーストブームだった、 BMSG 推しみたいなのが広がってて、ムーブメントになってきたと。 1,2 年経つとカルチャーになる、なるほど、分かってる、何しに来たか分かっていかに思ってたこと、決めつけみたいな、資格を持っていると、ストレートに言った、お願い。ロックフェイスなんですよ、そうなんです。この流れダメだよね。ねえ。アウェー、そうか。スカイさん、そういう時代があったのか。エイベックスのアイドルとして見られていた。ツイートも見た。そうだよね。ロックフェスだからね。全部見てると。迎え入れたい気持ちはもちろんある。動揺している。前向きにしたい。彼らの心配もしてくれてるんだね。出る意味があるのかってことを聞いてるんだよね。絶対大丈夫とは言わないところが正直、結構この感じはもうメンタルの話とかになってくるからね。実力だけじゃなくてめちゃくちゃ言葉にするのがお上手な方ですね。通説はでもわかるな。お互いのその気持ちがわからない壁みたいなのは多少あるっていうのを感じたことはあるな、私も。
わあ、なんかすごい場面を見せてもらえたな、今の。カメラよく入っていただけましたって感じ。すっごい向き合ってくれてる。すごい。頭抱えちゃって。やりたい。踏み台にしてほしい。ただ、そうだね。直接会ってない。自我を明確に提示してほしい。35分。モチベーション。共有してほしい。私物じゃないから僕のフェス。自分の信頼をかけたギャンブル。確かに確かに確かに。確かに。まあ、スカイハイさんは覚悟できてると思うんだけどね。彼らに対してってことを言ってるんですよね。プロデューサーの方は。彼らはちゃんと答えてくれるはずだと。響くはずだと。だって、スカイハイさんの言うことだもん。決めた？あ、スカイハイも出よう。なるほど。そうなると。思わなかった。スカイハイはどうなんだ。面白い。確かにプロデューサーとオーディションを受けた人たちっていう比べちゃう人もいるでしょうね。やっぱ初見だとね。終わった。彼らに話すの楽しみ。いい方向にメンタリティが作用する。作用すると信じている。なるほどね。いやー、終わりかな。はい、終わりました。いや、もう想像以上に濃い、本当にプロとプロの会話っていうのが、なんていうの、覗かせていただいたみたいな。やっぱり自分が責任者だとしても、自分のその一言で決められない現実があるっていうか、みんな生活があるから、プロだからね。フェスって聞くとどうしてもなんかやっぱ参加する側としては楽しいみたいな、お祭りみたいなイメージありますけれども、やる側としては本当いろんなアーティストも来るから、その分いろんなお客さんも来るし、いろんな年代層も来るだろうから、まあ大変だと思うんですよね。もちろん、なんていうのかな、はい OK ですとはならないとは思ってましたけど、なんかここまで深い話を、まあ、カメラで回してもらえるとはちょっと思ってなかったね。ので結構はっきり言う方じゃないですか。どっちも言葉は選んでるけど、結構自分の信念とか言いたいことははっきり伝えるのが上手な方2人が今会話をされていたので、なんかすごい、なんか勉強になったらちょっと変なんだけど、言葉遣いとか言葉の選び方とかすごい、なんかやっぱ違うなって、すごい人は違うなって思いました。はい、ということで今回は BE:FIRST ロード2ビバラロック2022エピソード1を見ましたので、次は2を見ていきます。次じゃああれかな、伝える番かな、ちょめっちゃ緊張する。はい、ということで、もし楽しんでいただいた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。